まあだから報道が報道を呼んでじゃなくて報道が犯罪を呼んで、はい、やっぱりすき家ばっかりを狙ってしまう、素人の人でもすき家だったら OK みたいなので、すき家強盗っていうのがとてつもなく多いらしいんですけど、かえって報道を責めるわけにもいかないですよね。だけどよくそのどっちサイドの目線でものを喋ってるのかわからない特集とかありません？空き巣のやり方みたいな、空き巣を防ぐためにはって言って空き巣のやり口を教えてるような報道、報道というか特集とかもあるじゃないですか。あれを見ると私も空き巣ができるかもって思う人はそりゃいるわけじゃないですか。だから報道規制というものは難しいと思うんですけど、あえて教えてしまっている怖さっていうのと、それからすき家さんが後手後手に回っちゃってる、設備投資ですよね、はい、その例えば発見機のものであるとか、はい、そういったものの、その設備投資が遅れてしまっているがゆえにこういうことが起こっていることもあるので、でもなんかさ、それで、ね、ネガティブな話題とはいえ、はい、これだけ好きや好きやって連呼もされるわけよね、テレビで、うん、でもそしたら夜の好きや行きたくなくなっちゃうよ。なんで？怖いじゃないですか、いつ強盗が入ってくるか。さっき今並ちゃんが言ってましたけど、好きやって、ね、はい、放送作家さんのね、はい、身長のあれがあるんですって。誰の身長でしょう、従業員入り口に身長を測るためのなんかメジャーみたいなのがついてるんですって。逃げる時に身長がどのぐらいだったかって分かるように、その犯人が、はい、町の ATM のボックスになってるそれを言っちゃうとさ、うん、もう強盗が来ること前提で用意してあるみたいになっちゃうからだって そうなんですよ。それはだから なんだろう、もうこれだけ好きや好きやって言ってあげれば、好き屋さんも不愉快な思いはしてないわよね。とじゃあいいんじゃない。そうですね、はい、ありがとうございます。